松尾寺は養老2年718年天武天皇の親王が勅命による日本書紀編集の折42歳の厄年であったため、日本書紀の無事完成と厄除けの願をかけて建立された日本最古の厄除け霊場です。また厄除け祈願については毎年初詣7月から3月の厄除け祭り、並びに初馬の日など例祭、日曜、祝祭日には遠く全国各地より松の尾山参り、厄除け祈願に訪れる全男全女で、境内も参道も大変にぎわいます。また本堂では毎日厄除けのご祈祷が行われ、厄年をはじめ全ての厄除けのご祈祷が厳守されています。すべての厄除けのご祈祷は年中毎日行われています。ただし金曜日は除かれます。この七福神堂は最古の大黒天、重要文化財をはじめ七福の神々を祀り、多くの福を授かっていただいています。この行者堂では日本で最大の壁の行者像などが祀られています。明治の再建設もありますが、鬼瓦に1713年の銘があり、旧材も一部に採用されています。Thank you.
賀をめぐって西国33箇所松尾山石像観音ミニ霊場があります。